この中盤になりましたけど、あの撮影場所は、あの僕のやってる事業の中の一つ、スポーツクラブのスタジオで撮影しております。でこちら並んでるの、全部うちの商品です。あのパナケアっていうサプリメントを作りまして、あの国産のモリンガっていうやつを使ってですね、あのサプリメント作ってまして、今だとうちのスポーツクラブの契約選手ですね、結構オリンピックの選手とか J リーグの選手もいるんですけど使ってもらったりとか、まあ、してるので、あのよかったらあのネットショップありますんで買っていただければなと思います。よろしくお願いします。あと年末お歳暮用にあの温泉卵のギフトもまた今年やらせていただきますのでよろしくお願いします。はい、でなんかいやなんか自分のスタジオでやって商品並べてアコギやなっていう感じあると思うんですけどアコギすぎた、アコギすぎたアコギやな感あるけど、結局僕とあのゆうすけはあの森岡の商工会の方に入らせていただいてて、あそこの例会でプレゼンさせてもらって、あの無理言ってですね、こういった商品の物販とか、まあ、うちの会社での福利厚生として、まあ、健康教育とかいろんな各種測定をあのやりませんかっていう提案させていただいて、その売り上げの何パーセントを森岡ゼブラの寄付金とさせていただきますっていう形でやってですね、あの本当多くの方がご協力していただいたりしておりますので、あの僕はアコギじゃないです、あの僕にマイナスしかないのに、まあ、いやそんなことない、うん、あの売れることは売れたんですけど、あの森岡ゼブラに貢献するためにですね、あのうちの労力もあの削ってやってるということがありますし、あのあちょっとこう話変わるわ、あのあれあのあれよおい、あのあれあれあれ、あの何今回やったじゃん商工会で、うん、で結構買ってくれたし、うん、興味持ってくれる人いたじゃん、うん、じゃあ言ったら俺ずっと言ってたクラファンとかさ、うん、俺クラウドファンディング別に俺は目的ないから必要ないじゃん、まずね、うん、まあ、だったらネットショップ作ろうかな、森岡ゼブラ。ああ面白いね、うん、森岡ゼブラネットショップって、で他のチームってネットショップってもうタオルとかユニフォームじゃん、まあ、グッズ、グッズじゃん、いるか、いらんいや分かんない、俺らがサポーターになったことないから分かんないけど、あのユニフォーム着ていただければいいね、けど社会人トーク一部でさそんなことない、うん、でもこうやってこうインスタとかツイッター今年始めて、どっちも200人ぐらい、300人ぐらい、何もしてないけどやっぱフォローしてくださる人いると、うん、で気になってくださる方もいる以上は、以上はというかやっぱり発信はしていかなきゃいけないし、あのよし頑張ってるならそういう風に頑張ってるならっていう、俺も情報発信していくけど、ちょっとでも応援してあげるよっていう、あの寄付をいただくっていうのもこれは活動費を、まあ遠く一部とはいえ南は福島から北は青森までね、弘前の方まで行かなきゃない活動費があるから、まあ、選手たちも3万円ずつ年間払ってるけど、講演会の方々もサポートもあって、どうにかギリギリ、今年なんか結構カツカツなんだけど、できてる。で、やっぱりサポートをしていただければ、やっぱ古いユニフォームだったりとか、それこそ試合の時の水とかもうまく回せたりとか、選手の負担がちょっと減ったりとか、いう可能性もある。でよく全国大会に行くので、あの一口いくらで寄付くださいっていうのもあるね。いやまあいいよ、いいいいし、俺も分かるし、今年もなんかあの地域リーグとか行くチームに寄付したけど、物の方がよくない？あさって、いやさ、まあ物もそうだけどさ、まずは、まあ、この前やったみたいに、まあ、ゼブラをまず知ってもらうっていうね、そうそうそう、認知がやっぱ、あなんか聞いたことはあるけど、まあ、誰いんのとか、まあ、実際何してんのっていうね、うん、ところからだったじゃんこの前も、まあ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 、だからまずはそこをさ知ってもらって、でその中でじゃあちょっとでも
じゃあやってるとこ一回でも、まあ、見に来てもらったりしたらさ、うん、そこで、あ、じゃあなんか、あ、こういう風な人たちがやってんだなっていうので、まあ応援して、したいっていうね、思う人がいてくれたら、まあこの前みたいに、じゃあそれでこういう、ね、商品買ってもらって、そのうちの一部活動費に当たっていただきますとか、まあそういう、別にさ、お母ちゃんだけじゃなくて、みんないろんな仕事してるから、そうそうそう、そう、本当にそう、何かしらこうもね、そうそうそう、集めれるだろうから、だから俺が思ってるのは、盛岡ゼブラっていうものがあって、その周りにあるものって、まあ、もちろん選手がいるわけだ。で、講演会の方とか、この応援してくださる、まあ、ファンっていうか、サポーターの方がいらっしゃって、で、それに付随して、選手の家族がいる。絶対にここはさ、いや、家族がね、行けませんって結構あるわけだ、うん。に、プラス、職場っていうのを掲げしてくると思うよ、うん。で、ここの4つが全部ウィンになるべきだなと思うから、どうにかするには、俺が今、来年やりたいなと思うのは、今回この商工会さんの方で売らせてもらって、少なからず寄付金が入ったっていうのがあったから、ネットショップ作って、じゃあうちの商品だけだと、また監督までやって、アコギな商売やってなんて言われるから。今んところね。今んところじゃねえだろ、お前。今んところはもう、今んところは増えてる。これはやっぱりこの あの YouTube みたいなやつとか、とりあえずね、そう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 、雰囲気ね、そうそう、雰囲気雰囲気雰囲気で、あちらにはもう全然何もなってない、いや、見え見え、あるある、分かる、あ、分かる、で、あの、それこそ県有地なんか米やってるわけで興味ある人はこう結構ね、いや、分かりますかこれで、あの、県有地は米やってるわけで、まあね、で米をそのネットショップ商品一つ出す、うん、例えばお菓子メーカーで働いてるやついるじゃん、でそことちょっとお話しさせてもらって、うん、あの、まあ、うちが仕入れる、うん、でそこはプラスアルファちょっと乗っけて寄付金にさせてもらうでもいいし、いろんなやり方多分いっぱいある、うん、そうだね、ってなってくると、あの、例えばじゃあうちの商品だったらさ、うちのって分かるじゃん、お金生やってる、あ、パナケイやおかちゃんの温泉卵とかって載せば簡単だけど、じゃあ県有とこ の、まあ、あの藤村県有選手、あ、藤村県有選手んちの米みたいな、もうちょいだったバカにしてる、いやいやいや、めっちゃ恥ずかしい、めちゃくちゃ恥ずかしいんだよ、とか、とかひねりゼロや、いや、ないだろ、そのまんまや、ないだろ、とか、あとは例えばその士官とこの、あ、お菓子会社名はあるんですけど、お菓子、誰々選手が働いているところの商品とかいうのがパーッと並んでくるさ、あの、選手もその会社に貢献できるわけじゃん、まあね、間接的にね、そう、だそういった商品を出していけばよくないって思ってたけど、もバサルが買ったら、バサルが買ったら、もう閉め、寒くない、バサルが買ったら、なんかやっぱいろいろあるじゃん。例えばさ、あの、先輩の奥さんがこっちだ。なあ。いや、全然もっと普通に喋っていいと思う。いや、大丈夫。高台さんの奥さんが美容師さん。うん、じゃあ会場でのカット券みたいな。お子様カット。例えば1000円券みたいな。子供に限るね。そう、子供に限る。青空カット、うん、で、奥さんの方には500円入って、うん、ゼブラに500円入るっていう協力もしてもらっていったりとか、うん、なんかすると良くねって思うけど、つながりとかいろんな仕事はみんなやってるからね、うん、少なからず、なんかそういう風にやっていけばいいよね、なんかどの地域リーグもさ、やってることがあの G リーグの真似じゃん、うん、あっ、ちょっと通年焼酎ができる、通年焼酎か、なんか G リーグの真似事したらこれダメだと思うんだよね、絶対に、まあ、まあ結局ね、合ってない、上がってからやりゃいいからね、目的が違うから、そう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 、俺らは
だからそのさっき言ったゼブラの周りにあるこの4つの柱をどううまく使っていくかっていうのが、使っていくかっていうか、つなげていくのが、あのつなげていけば森岡ゼブラの価値めっちゃ上がるじゃん。あ、ゼブラの選手ってみたいな、こういうふうにゼブラも使って会社に貢献してくれてるとかさ、いうのが大きいと思うけど。で、それこそさ、じゃあその部署制やってるじゃん、うん、俺今回来年から営業部作ろうと思ってんだけど、いや作るんだけど、でどの部署にも今年漠然とやったじゃん、こういうことやってね、もうある程度ノルマって言い方だけど目標を出そうかなと思ってて、うん、目標、まあね、正直あの部署それぞれあったけど、じゃどういう活動をしてたかってなるとごく一部のそう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 、そう偏った活動しかできてなかったから。で、なおかつ、じゃあ例えばそれで選手がお金埋め立てするじゃん、うん、まあ歩合じゃないけど、そういった選手は翌年の部費からその歩合を引くとか。なるほどね。ゼブラの売り上げにはなるよ、もちろん。売り上げは売り上げになるんだけど、じゃあ例えば俺が営業部で、じゃあこの商品をすごい営業ゼブラのパッケージ作ってさ、商品としてすごい売って20万ぐらい売りました。じゃあその店パーの2万円じゃん、2万円はあの部費からさっききますので、俺の部費は来年は来シーズンは1万でいいですよってなるとさ、ちょっと仕事チックになるじゃん。まあね。どう、誰やらんな。なんかそれさ、でも偏っちゃうんだね、結局。できる人はできる。いや、しかも営業は営業だけどさ、職種にもよるしね。いや、職種にもよるっていうのもあるだろうし、あとは、なんていうの、やる担当の谷のなんだっけ、今年の人事、俺人事部、人事部、あの、投票も人事部がやってるのか、うん、ってなった時に、こう直接的に見えないじゃん、それって、うん、でそいつが入って部費払ったら何パーか引くとかってこと、あの10%だから3000円もらえるなかなか難しいな、難しい。いや、もしそうやって何かをやって売り上げ、まあ売り上げが出るんだったら、じゃあ新加入の選手は俺らは普通3万部費例えば払ったとしても、新加入で入ってくれた人は例えば1万じゃチームで持つから2万2とか、まあ、18歳の高卒で入ったやつだったらじゃあ半分とか、あ、携帯みたいなやつ、乗り換え特典。逆に支援して、それ、全部持つらしいです。え、バカ野郎。全部持つって。バカ野郎。18歳以下全部、全部持ち。18歳以下全部持ち。18歳以下、これになる、うん。それはありだね。なんかもう俺らも社会人だから。別にな。うん、1、2万の部費があってない。体力が大事だし、やっぱりやる分には、ある程度。それかもうチームでやった分をみんなで鳴らすとか、うん、それもちょっと思った俺。ただそうなるとさ、いやまあね、もうやってねえやつ、やったやつめっちゃムカつな。俺が例えばこれで20万って俺が2万人気なのに、これを全部鳴らしてめふざけんねん、ボケかすこらってなるもん。いや俺はごちそうさまですってなるよ。いやなるでしょだったらまあまあいろんなやり方あるじゃん、さっきみたいに新加入の選手の部費の負担をするもあるし、うん、あとは俺MVP 作ってもいいと思う。あ、シーズンのね。そう。賞金。プレイじゃないでしょ、だって。プレイじゃない、プレイじゃない。賞金。出す。今年ね、あの中間では1回やったけどね。そう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 。それはプレイでしょ。いや、プレイじゃないよ。いや、あれ投票だ。あれ投票で、まあ、全体やったから。なんかそういうのいい、もう面白いよ。まずね。うん。確かに。いろんなことやってみなきゃ分かんないですか。部費をこういくらか負担するともあるだろうし、いつも俺が入ってからの話だけど、やっぱ講演会の人がこう寄付もらうけど、逆に恩返しできてないから、うんうんうん、じゃあなんだろう、ワンシーズンワンシーズンで、まあ、そんな大きいものはできないしあれだけど、例えば今コロナだけど、まあ、こうありがとうございましたのお会でこっちでこう俺の利益を出し込んで招待ね、招待感謝をするとか、まあさっとしたなんだろう、作ったものをこう
タオルでも日本でも分かんないけど、まあ、いわゆるあれでしょ、スポンサーパーティーみたいなでしょ、まあ、チャンスパーティーみたいな、そこまで大きくないけど、それはあるかもね、まあね、講演会の人たちにこう、うん、1年間ありがとうございましたっていう感謝を伝えるのも一つだろうし、それのいいじゃん、だって何もないもんねそこでさ、俺らがこういうのを定期的に売り上げ出すことができれば、例えば2年ごとにユニフォーム買えることもできる、うん、最終的にはね、そうってなれば2年間のユニフォームサプライもお願いできるわけじゃん、俺らも、ね、2年後に体型倍近く太ってる可能性があるし、ケンチみたいに。今日俺痩せたから、ここで。今まあまあ、でもその貢献の仕方はいろんな形あるからね。まあ、いろんなことをやるしかねえんだよな、結局。なんか、選手がとりあえずプレーできるのが当たり前かも嫌だし。